はい、皆さんどうもおはようございます。今日は、3月22日、27日8時4分になります。今ちょうど下げ止まりですかね。下げ止まりって言ってもちょっと今日はね、流し音とかなので、全然あれですね、動いてない状態ですけど、ちょっと下げてこういう風に流れが効いてる状態です。まだ、はい、濁り方はですね、変わらないかなって感じですね。水深60センチ、70センチぐらいでぼんやりちょっと見えなくなるような感じです。はい、こんな感じです。まあ、上に立って、こんな感じ。はい、ちょっと見てたんですけど、マイクロベイトとかはね、今のところ確認できないですけどね。アングラーさんはやっぱり強くだけあってね、まあまあいらっしゃいます。はい、今日はベイトリールの持つところで釣りました。あ、違うな、これガーですね、ガー、アリゲーターガー、2段、第2段、水温、うわ、すごっ、13度あります。すごい、きたー、ついに。あったかいっすもんね、今日は。で、冷たい雨じゃなかったのかもしれないですね。結構雨降りましたけど、ただ濁りは入ってないですね。よし、今日はスーパーサミー126でいきます。ドットバルバルですね。リールバンキシ 4000MHG です。はい、お願いします。そしてちょっとやろうと思います。ちょっと岸際をね、ジョーリーアンガーさんまでちょっと距離があるので、少しあんまり投げすぎないで岸際をトップで狙っています。一か八かドカンと来ないかなって感じですね。風はでも2メーターぐらい、そうですそうです、全然寒くない風なんで平気です。余裕です。本当に軽くしか投げてないですね。この後はワームやってみようかなって感じです。ただね、すぐそこにね、鳥がめっちゃいるんですよね。僕壁ギリギリ歩いてきたんですけど、壁ギリギリ歩いてくるとギリ水に突っ込まないですね。彼らも様子見てる感じで、そんなに離れて歩くならうちらもわざわざ水入んないよみたいな、そんな感じです。今度は沖投げます。ほんでね、このスーパーサミーはこう少し1メーターぐらい、ロッドの硬さにもよりますけど、バルバルだと1メーターから1メーターちょっと、あ、しました。本当に今より、今ぐらいかもうちょっと垂らし取ってやってあげるとすごく買っておきます。めっちゃ飛びます。決まるとスコーンって。曇ってたらもしかしたらあれですかね、釣れるかもしれないですかね。でもね、わからないですからね、鈴木さんの気持ちなんて。あ、これもあんまり決まんなかったな。ただ潮位が今すごい変な時間帯だから、アングラーさんがまだ少ないんであって、ワンドの方は結構いらっしゃいますね。もうちょっとちゃんと下げが効いてくるとかいう時間帯になれば、もうちょっとね、アングラさんは増えると思います。日曜日なんでね。びっしりしちゃってきてますね。さあ、ルアチェンジします。ワームにします。本当に皆さん気をつけてくださいね。こういうところで岩場でルアーチェンジするときにこう落っことしちゃったりすると、中入ってっちゃったりすると、こんな大きな岩ね、さすがにずらせないと思う。あ、危ね、上
落ちてないよね今。え、落ちたの？落ちてないよね、多分大丈夫だと思うんですけど。え、嘘、ちょっと動画を見返せないとやばいかもしれない。嘘だ、言ったそばからやばい、落としたかもっていう可能性がある。怖っ、マジか、大丈夫かな。え、え、シャルダスのチャート落としたかも。シャルダスじゃない、トレーシーのチャート落としたかもマジかよ、嘘。言ったそばからトレーシーのマットチャート落としたかもしれません。嘘、使ってないよ俺一回も。ここにあったのにないってことは多分落としたな。うっそだー、実践しちゃいましたね。マジかー、うっそー、なんかちょっとカタッと落としたんだよな。黄色だからめちゃくちゃ目立つはずなんですけど見えないな。どうしよう、ダメなんですけど、いないもんな、見えへんだ。とりあえず後で探します、時間ないから。サルダスのメタルサルダスのですね、これ 25g ですね。でいきます、はい、メタシャルの 25g。 嘘だ、マジか、トレーシー買って今日ボックスに入れたんですよ。うわ、最悪だ、落とした。なんだよ、本当に、はあ、ショック、ショック隠せない。はい、あんま遠く投げずに行きます。トレーシーの、しかもチャート、ドチャートないのになくしたならわかりますけど、映ってるかな映像で。映ってたとてですけど、うわ飛ぶ、すげえ飛ぶ、ブレードなのにこんな飛ぶってすごい。まあでもあれですね、パワーブレードとかも飛びますね、それなりに。25もあれば十分飛ぶか。ただこう反り返ってる分水を受けるから上のレンジも引けますよね。シャルダスはメタルシャルダス、いやそんなことよりもロストしたのが痛い。見つけたところでもう救出できないかもしれないですけどね。やっちまった、めちゃめちゃやっちまった。また帰れるわならいいですけど、帰れないからな、なんか。しかもチャートになると、ボートシーバス行きたいですね。
出てきますね。今ちょうどヤマハから船が出船しております。僕は今度あれ行くですよ、なんだっけな、免許の更新、ずっと更新してなかったので免許の更新に行ってきたいなと思っております。はい、もうすぐ終わりですね。ああの船いいっすね、なんか釣りしやすそう。あれはヤマハじゃないかな。あれ一人か、あ二人か、あのサイズで二人、前と後ろで思う存分釣りできますね。羨ましいです。はい、ということでですね、今日はこの辺で終わりたいかなと思いますが、非常にあったかいです。ウルトラライトダウンいらないかなって感じですね。ウルトラライトダウンとシャツとエアリズムとこれ着てますけど、中にウルトラライトダウンいらないぐらいあったかい状態です。はい、ではちょっと今から、トレイシーを探してみたいと思います。はい、すいません。では、皆さんも日曜日最後にいい魚釣ってください。では失礼します。お疲れ様でした。いました、皆さんいました、トレイシーがここに。これ相当慎重に取っていかないとね、さらに奥へ入っていっちゃうパターンですね。やべ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 、怖え。ちょっとこういうなんか引っ掛けるやつがないとやばいかも。ああ、やばいやばいやばい。見えますかね、ここにトレイシーいるの。この子はなんとか支えてくれてるんですよ。どうやったろうかな。あ、これでこういうちょっと引っ掛ける系のやつがねちょうどいいんですよ。でもフックにカバーついちゃってるんですよ。やべ、どうしよう。これ以上奥行ったらマジで無理だ。どうしようかな。船虫がすごいな。なんか引っ掛けるやつないかな。引っ掛けられるやつないかな。なんかツル系の方がいいな。ツルで。あ、紐終わった、紐でいいや。この紐でね。取るぞ。熱っ。どこ行った、あれどこ行った、痛い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 。やった取れた、救出成功。なんとかトレイシー救出成功ですよかった。ではバイト行きます、失礼します。ああよかったよかった